はい、レオンチャンネルです。今週の仮面ライダーセイバー第15話も劇場版的なノリですごい良かったけど、これで第15話まででセイバーの第1部が終わった形ですね。カリバー編って言っていいのかな？それが完結した形で来週から新展開が始まりますが、あ、そう、新ベルトもさ、ちらっと予告で映ってて、僕が年末は毎年、このギリギリのタイミングで情報解禁が来て、最終、12月の最終週で新変身ベルトが発売して、正月商戦を戦うっていう風に言ってましたけど、その情報とかも来てるのかな？変身ベルト。しかも、あの、マーリン的な男が持ってましたね。新しい。全然違う形のものが。今日の放送で一応、第1部完結ってわけだけれども、正直結構強引に話をまとめたなっていうのはある。で、まずいろいろ分かったのが、二つの世界を繋ごうとしてたあの柱の中にあったブックがあれが、目次録っていう世界を変える力を持ってるブックだって。それは第一話から存在が示唆されておりましたが、ただ、今はその目次録は失われたものっていう風に言われてて、メリドはそれと似たようなものを複製してるのかと思ったら、あの文章を書いてね。じゃなくって、もう目次録そのものを手に入れるっていうのが、メリドの世界をその作り変えるね。目次録を手に入れるのがメリド側の目的ってことが分かりましたね。で、メリド側はその世界、目次録を手に入れて何をするかっていうと、メリド基準の最高の世界に作り変えると。ただそのメリド基準の正しい姿の世界っていうのが人間からすると地獄らしいんですね。今後はトーマーたちがそれを阻止していくって形になると思いますけど、そこに絡んでくるのは上条さんが裏切った理由ね。要はなんでカリバーとメリドが手を組んでるかっていうと、これもちょっとね、わかりづらくって、まず15年前の戦いの話が、あれがやっぱり原因を作ったのがトカミヤパパ、ケントパパらしくって、で、ケントパパがなんでそういうことをしたかっていうと、現実世界とワンダーワールドをつなげることで世界を救うみたいな、そういう話になってて、で、現実世界っていうのは、トーバーが今回の僕の中で体験したように、もう道筋が決まってると。世界が終わる工程まで全て決まってるもので、それを止めるために、ケントパパがルナを使って、そう、ルナが両方の世界をつなげるための必要な存在らしくて、ただ、ケントパパもあの方に言われて、それを実行したみたいな。で、それをなんとか15年前は上条さんが止めたんだけど、ケントパパがそれで裏切っていなくなってしまって、で、上条さんとしてはそのあの方、要はケントパパが裏切った理由っていうのは、ソードオブロゴスの中に裏切り者がいて、それで操られたんじゃないかっていう風に結論付けて、で、今度はカリバーの力を自分が引き継いで、メリドの力を借りてでも、まあ、真理というか真実のために強大な力を手に入れて、あの方を見つけるみたいな。そういうことだよね。間違ってたらすいません。要は、トーマもケントのために色々頑張ってるわけだけれども、上条さんも、ケントパパの裏切りの真実を明かすために色々と動いてたってことだね。ただ自分だけで解決しようとした結果、仲間を信じれなくって、結局、ケントパパと同じような、もう暴走状態になっちゃったっていう、ちょっとこう皮肉も入ってるような形。なんで今回、で、上条さんももう死んじゃいましたから、これでカリバーが完全消滅って形だけど、暗闇自体は残ってますので、暗闇をトーマに託して、お前が真実を暴いてくれみたいな形だったんだけど、暗黒圏暗闇と変身ベルトはもう消えてなくなって、どこかにね、ふわーっと消えてしまったので、誰かに多分持ってかれたと思うんですけど、トーマが引き継げなかったりとか、あと、デザストがね、ブックによって、上条さんに管理されてたんだけど、上条さんからブックを奪うことで、完全な自由な、もうメリド側にもつかない第三勢力として、今後出てくるんじゃないかなと。で、今後トーマが取る行動は上条さんの思いを引き継いで、真実を暴いていく形に。なので、ソードオブロゴスとはまた違う立場になるので、第2章の肝になってくるんじゃないかなと。なので予告を見る感じだと、裏切りの連鎖って言って、要はソードオブロゴスを抜けるセイバーを追うソードオブロゴスチームみたいな。トーマから政権を取り戻そうみたいな、そういう感じになってますので、
で、メディド的には、まあ、今回の計画失敗したな、みたいな感じで、割とあっさり引き下がったので、まあ、次の計画がまたあるんでしょう。でも、正直ちょっと、ケントパパとか、上条さんの思いは若干分かりづらかったところがあるかな。まあ、どちらにしろ来週から、この予告画像を見る感じ、トーマが明らかにソードオブロゴス側から追われてる形になってるのはむっちゃ面白そう。で、ほら。新変身ベルト持ってるでしょ？どういう感じ？グリップはついてるね。聖剣はついてるね。聖剣はついてて、ブックは一冊かな。なので、第一部が終わったら、もうちょっと小説家としてのトーマを掘り下げていくのかと思ったら、そうでもなさそうっすね。バタバタは続きそう。でここを読むと、トーマはカリバーを倒し、仲間と共に世界を救った。しかし、上条は新たな謎を残し、息を引き取った。すでに世界は最後が決まってると。あ、そうそう、トーマたちの現実世界はもうどういう形で破滅するのかっていうか、まあ最後が決まってるらしくって、その工程に剣闘の退場とかがあったみたいで、要はその運命を変えるためにトーマは今度行動していくって形だよね。でもそれをしてたのが上条さんだから、完全に上条さんの後釜なんですよ、トーマが。なんで裏切りの連鎖って言われてたんですよね、予告で。ルナが世界をつなぐ特別な存在、そして15年前の事件に関わっている組織の中の真の敵、上条とは違い仲間と共に真実を明らかにすることを誓うトーマ。しかしその裏でサウザンベースの使者新代レイカが暗躍していた。あーレイカさんもね、明らかに怪しいもんね。そしてトーマの前に現れたリンタロウたちは聖剣とワンダレードブックを渡せとトーマに告げる。昨日までの仲間と戦うことになり戸惑うトーマ。その時現れるフードをかぶった男、俺は世界を守る剣だ。おお。で新ライダーか。で月末に新ベルトが出てくるわけですよね。おもちゃウェブとか更新されてるかな。そっか、今僕ソードブロゴスを決別するかなと思ったけど、そうだそうだ、今日の放送で仲間とそれはやっていくって話だったから、あくまでソードブロゴスは抜けずに頑張るのか。剣闘を失い上条も倒れた。トーマーはそれぞれの思いを背負い取り戻した記憶とともに新たな目的のために戦うことを誓う。そこに現れる新たな聖剣と剣士、本格的に動き出すサウザンベース。ソフィアの、あそう、ソフィアの不在をさ早く誰か突っ込んで、結構早い、何週間前に誘拐されてますよね。そしてメギドは新たな行動に出る。聖剣と本を巡る戦いは新たな展開へ。次回新章突入、剣に思いを込めて未来を切り開くと。ここに分かりやすく書いてあるかな。カリバーやメギドが目指していたものがこの世の全ての力の源となっていた全知全能の書目次録であったこと。これね、これ分かったね。世界の始まりから終わりまでが全知全能の書により決められているということ。おう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 。トーマの知っていたルナという少女は現実世界とワンダーワールドをつなぐ特別な存在であること。15年前の真実はケントの父親高宮隼人がソードオブロゴスを裏切り世界の破滅を目論んだことと、それを阻止すべく上条大地がその隼人を切り仮面ライダーカリバーとして真実を求めたこと、そして真の黒幕はソードオブロゴスの中にいるかもしれないこと。この辺がちょっとね説明不足だったかな。まあ大体なので15年前のバトルとかが明かされた、内容が明かされたって感じでしたよね。今回は坂本監督ってことでスメアクションが良かった。あそう、ズオスかっこよかったね。ズオスもっとアクションしてほしいな。あ、そう、あと、ケントパパのさ、変身方法が、カリバーへの、上条さんと全く同じで良かった。で、僕、カリバーは、もしかしたら暗闇に操られてるんじゃないかなと思ってるけど、ちゃんとみんなそれぞれ自分の正義があって、それに邪剣を使ってるってだけで、邪剣側に意識があるわけではありませんでしたね。そういうのはいい。そっちの方がいい。で、あとさ、ケントも、なんか暗闇に吸収されたっぽい演出だったけど、今日普通に応援する形で、トーマをオーラとして出てきたから、まあ、今後も出てくるっぽいっすよね。あとは、リンタロウに劇を飛ばすヒロインメイちゃんが良かった。でももうメイちゃんがね、完全に、リンタロウとのセットで、ちょっとヒロインとしての立ち位置がどうなのかなと。あー、ブレイズ強化。なるほど。ああ、ゼロワンの映画のことなんかも載ってます。アキレ 100%。アキレ 100% と、
1000% さんのやり取りはね良かったよ。でもアキラ 100% がどういう人かっていうのをちゃんと理解しないとあそこの笑いはピンとこないかも。で今回も新たなセリフダウンロードが来てますね。そんなところか。え、おもちゃウェブとか更新来てる？シンベルトの9時50分の時点では来てませんね。もうちょっと後かな、明日とかかな。じゃあ GO さん DO さんブログ見るか。お、スラッシュの騒動だ。銃剣劇団完成度高え。何気に大真嗣さんももうあの開発部っていうかバリバリ剣士として前線で戦ってる感じですよね。でフォームチェンジもいってますよ。おお、じゃあオードラゴン、これも早速すげえよくできてんな、完成度高いな。で成型色がいい、そしてメタリックも綺麗。さらに、あ、これ下半身塗装なんだ、お菓子っぽい部分が。で金ライン塗装、うわーすげえなー。でもカリバー、ジャオードラゴンもさ、上条さんは退場しましたけど、今後誰かが引き継いで変身するんでしょうね。あ、これでソードオブロゴスが揃ったわけだ。というか第1部のあれか、全ライダーか、7人ライダーが揃うような形。あ、そうだ、ソードもそろそろ作ろう、映画も公開されたし。これエデンとかはさ、割とあの食玩店頭に余ってますので探してみてはいかがでしょうか。そしてアバドンね。今日の情報はそんなところか。まあ、って感じで結構強引に第一章最後終わらせたなって感じはありますけど、新章でまた新展開プラス新ベルト来てますし、あとはまあおそらく年末に、てか来週にもう発売するんじゃないかなと思われますので、その辺も楽しみですね。ただ正直もう盛り上がりが第一部すごすぎたからちょっと落ち着いて、なんか2話完結形式で小説家の部分とかをね、もうちょっと掘り下げてほしいかなとは思いますね。あの劇場版でもトーマがゆっくりベンチで本を読んでるシーンがあってすごい良かったんですよ。あ、やっぱ本が好きなんだなとか小説家っぽいなって感じで、そういうところをもうちょっとね日常会やってほしいっすよね。ではこのリンク貼っておきますので詳細はそちらからご確認ください。以上、レオンチャンネルの仮面ライダーセイバー第15話感想動画でした。